業はたったの数ヶ月だけ。わけあって夏しか開かないうまい店。おいしい旅のスタートは伊豆半島の先っちょ、静岡県の南伊豆町から。いやー、海きれいですよね。こちらにおよそ50年続いているんですが、夏の間にしか開かないお店があるんです。夏しか開かない人気の店がここ。崖にせり出すようにお店がある。崖にめり込むように立つ個性的な店構え、早速お邪魔すると。わ、似合ってますね。開放的な雰囲気なんですね。海が一番歩きますよ。こちら毎年7月から9月の末までしか営業しない食堂でして、その3ヶ月の間を目指して来るわ来るわ、多い日には250人もが訪れる人気店なんです。ここが始まるとこの夏が始まったなっていう感じはしますね。夏前から商店を毎年店が開くのがもう楽しみで楽しみでという方ばかり。でもなんで夏オンリーの営業なのか、その理由はちょっと置いといて、皆さんの目当ては40種類ほどある豊富なメニュー、伊豆周辺の地魚を味わえる刺身定食や定番人気のラーメンになります。美味しそう。厚めのチャーシュー2枚がどんと乗ったラーメン、醤油ベースのスープに中太のストレート麺、では自家製というチャーシューの味を。本当生じょっぱいこのタレが染み込んでて、旨味が染み出しますね。潮風に吹かれながらのこの醤油ラーメン、最高ですね。潮風が頬を撫でるナイスなロケーションでいただく美味しい料理、中でも常連さん一押しはイカバタイカバタですね。イカバタ、イカと玉ねぎを特製の醤油ダレで炒めたらバターを投入、いい感じでまとわせたイカバター炒め、バターと醤油ダレがこれまたよく合うんですわ。味の肝となる醤油ダレ、その味この方にしか作れないと言います。それが御年81の谷さん。店のタレ作りを任されてかれこれ40年、誰が呼んだかタレの達人。ある料理に使うタレは生姜をするところからスタート。続いての砂糖は、はいはい、みりんはドバドバと、で醤油も同じく大体で、で神さんタレ作りの極意とは。レギンと、さすが達人と呼ばれるお方。神さん自慢のタレを使った人気メニューはもう一品。タレを絡めた豚肉をご飯の上に、センターに卵の黄身を落とせばハマる一杯、豚丼の出来上がり。タレをまとった豚肉に黄身を絡ませれば、甘じょっぱいタレが黄身の濃厚さとこの豚の脂と、もう相性抜群ですね。美味しい料理にオーシャンビュー、大人気なのになぜ夏しか営業しないかというと、店近くにある船着き場と深い関係があるんです。来店客のほとんどが利用するという渡し船に乗って5分ほど、着いたのはゴツゴツとした岩場、その先にはすごい。そこ入戸浜と申しまして、7月から9月までの3ヶ月しか立ち入れない特別な浜なんです。なぜ特別な浜かというと、魚がいっぱいある。魚いっぱいいる？見える？お
然保護のため普段立ち入り禁止のビーチではこんな海が楽しめます。夏の3ヶ月だけ開放される特別なビーチ、キリゾ浜。そんな特別な浜を目指す人たちに美味しいものをと、店も夏の3ヶ月しか営業しないというわけなんです。この食堂、今は下の売店で働く山本さんのお父さんが49年前に始めたお店。山本さんが後を継ぎましたが、さすがに高齢となり店を畳む覚悟もした。そんな頃、20年来の付き合いの人だもんですけどね、まあ、この人がやってくれるっていうことだったもんで、もう安心して引き継いだっていうような形なんですよね。3代目店主として店を引き継いだのがこちらの田崎さん。30年ほど前にキリゾ浜の魅力にはまり、食堂の常連客でもありました。長年通った店がなくなるのは忍びないと3代目を引き受けたんです。夏の3ヶ月以外は埼玉の越谷にある自分のもつ焼き店で腕を振るい、シーズン中は店をスタッフに任せ双葉食堂の3代目に専任。たまにはおぐってお魚と食べたいなとかは正直、いや毎日思いますね。はい、思います。朝7時、田崎さんとオーナー山本さんの大事なミッションが始まります。それは不思議な会話から。おにぎり2個とおにから2個。はい、了解。おにぎりどっから来るんですか。あ、上から。はい、行くの。ええ、で、上を見ると白いカゴがスルスルと、中にはおにぎりや唐揚げが。これ、キリゾ浜へ渡る人が購入したお弁当。お客さんが階段を上らなくても済むようにと作った人力手動エレベーターがフル回転。このお弁当、多いと朝だけで200食が売れるヒット商品なんです。長年続く味を守りながら、田崎さんはこの夏新メニューを投入しました。埼玉越谷、普段向こうで商売をしてます。で、越谷っていうのは昔から江戸時代から鴨が有名です。太麺に合わせるのは合鴨の油と焦がし玉ねぎで作った鴨ねぎ油を効かせた醤油スープ。2019夏の新作鴨ラーメン。玉ねぎの甘みと合鴨の旨みが食欲をそそります。あ、もう鴨の出汁が染み出してますね。香ばしいおネギの香りかな、なんとも滋味深いですね。麺にこの出汁がすごく絡むんです。上品です。海辺のラーメンって美味しいんですよね。新しいメニューを考えて持ってきて、お腹いっぱいになっていただくっていう思いで、また来年さらに頑張ります。夏だけの食堂は今年も特別な浜を目指す人たちを美味しい料理で支えます。夏